ミヤゾンからのクロス、ね、そこの練習やって、その後もすぐに11対11を15分ハーフでフルピッチでみんなで盛り上げて頑張っていきましょう。みんな外に向かって、表ね、で表があって裏があるから、行きましょう。はい、レディー、ゴー。はい、レディー、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 はい、レナイス、逆サイド見とく。このボール自分のマークもあるけど、こっち先に行くだけ早く対応、他の2人まで動き倒す。ナイス、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 相手の状況とか見ながら自分たちやっていけばいいから、ね、はい、行きましょう。バランス、シャマイロー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 、シャマイスーパーよっしゃー、やったー、ナイス、広く守る、前にも行けるし、こっちもちょっとだけど、俺らの塊入ってきたらやっぱパパパパって奪って攻撃は絶対できるから、ね、自信持って、はい、行きましょう。コアバランス、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 できるだけ早く始めます。今日はプロの選手の皆さんの技をみんなで精一杯盗んで、これからの部活動、サッカーに生かしてもらえればと思います。じゃあみんなで気をつけレイで挨拶しようか。いけ、はい、気をつけ、はい、レイ、よろしくお願いします。お願いします。
今日みんなね、選手いっぱいいるからもう本当にいっぱい選手の、ね、人たちと絡んでいっぱい、ね、交流していっぱい楽しんでいってください。大丈夫ですか？はい、じゃあ最初グラウンドの中にみんな入ろっか。大丈夫？じゃあ選手もみんな入って、はい、行きましょう。ゴー、はい、行って行って。横一列になって一回目でジョージ捕まえてこいました。マジで誰ジョージ捕まえたの。アイスよお願いします。みんなと一緒にプロの J の舞台でみんなが大人になってサッカーできるように俺も頑張るから頑張りましょう。今日はありがとうございました。頑張ってよ。オッケー、スタート。
オッケー、もう一回、もう一回もう一回シューどっちやどっちやあ、最初カメラ目線でオッケー、もう一枚、はい、もう一枚です。俺がそのまま刺さりオッケーです。いやー、はい、オッケー、もう一パターン、はい、はい、いいね、もう一枚、はい、オッケー、お願いします。シャー、あ、カメラ目線、カメラ目線ちょっと下見てたから、まあそれもいいんだけど、カメラ目線でお願いします。シャー、いいね、はい、行きます。で、カメラ、カメラ、もう一枚、はい、いる前シャー、もう、てかカメラ目線です。すみません、そんなこと言えないよ、なんてさ、テレビでは、シャー、あ、こ、なんか声ちっちゃくなったけど、大丈夫、これが青いなんで。もう一枚、ノーマルバックやな、 OK、 いいっすか、うん、パワー、 OK、 サンキュー、いいね、いいね、いやー、車のワイパー、ワイパー、車のワイパー、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  OK、 はい、行きます、はい、もう一枚ね、はい、せーの、シャー、いいね、もう一回、すげえ、お願いします、せーの、シャー、あともう一枚、はい、OK、 あ、いいね、いきます、もう一枚、はい、 OK、 はい、いや、もう一枚、はい、 OK、何それ、怖え怖え怖え、あ、そうそう、そんな感じで、はい、もう一枚、はい、シャー、いいね、もう一回、よっしゃー、オッケー、はい、いきます、もう一枚、はい、オッケー、おはようございます、あ、いいね、もう一枚、はい、オッケー、じゃあもうワンパターン。はい。いえ。はい。もう一枚。せーの。バワー！いいね。今の感じで。バワー！あ、そう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 。あ、いいね。もう一回。オッケー、あ、そうで、あ、そうで、笑顔の方がいいね、はい、オッケー、シャー、いいね、はい、やーす、もう一枚ね、はい、オッケー、はい、お願いします、シャー、オッケー、よし、はい、オッケー、もう一度ボタン、あ、いいね、それ逆になっちゃう、それ02だ、02や、02、手を、左、左ね、そうそうそう、クロスだ、あ、そうそうそう、あ、いいね、もう一枚、はい、オッケー、はい、はい、いいわ、はい、いやー、笑ってもう一枚、あ、そうそう、オッケー、はい、オッケーです、実際叫ぶような形で食べたんですね、両手でもいいし、食べてもいいし、シャー、あー、いいですね、もう一回、シャー、オッケーです、あー、いいっすね、バース、はい、あー、オッケーです、オッケー、ちょい上げる感じで、うん、そうそうそう、はい、もう一枚、はい、オッケーです、はい、はい、オッケー、いいね、もう一枚、はい、オッケー、じゃあ笑顔で、これで、もう一枚、オッケー、もう一枚、はい、じゃあ、あと笑顔ですね、はい、お願いします、はい、あ、いいっすね、はい、イエーす、もう一枚いきます、はい、はい、じゃあ、笑顔ですね、はい、何枚かいきます、笑顔はできないですよ、ね、あ、今の感じ、いいっすね、はい、はい、じゃあ、
じゃあ、笑顔ですね。いきますね。はい。いきまーす。はい。で、笑顔。いいね。はい、ね。いいね。はい。もう一枚。はい。上手上手。オッケーです。ないなんかね、はい、いきまーす。もう一枚。はい、はい、笑顔。じゃあ笑顔でね。はい、いやはい、よっしゃあ、いいね。歩き満々だね。はい、オッケー。相手との勝負もあるけど、まずは俺それよりも俺たちの中での競争、ね、そこに勝つやつ、そういうイメージ持って今日はしっかり追い込んで疲れた中で明日のゲーム迎えましょう。行きましょう。よいしょ。スピードなんだか、直で人気ないじゃん。何した？はい。あっちに行きましょう。あっちに行きましょう。あっちに行きましょう。待て。めっちゃ見たい。笑ってる。
筋トレとかも年間通しやったら絶対強くなるんで、それが終盤シーズンの終盤に効いてくると思うんで信じてやりましょう、ね。はい、ここはもうセットプレーとちょっと狭いシャドウだけなんで、もう短い時間だけど噛みつきましょう。この後いいケアしてここもいいトレーニングしましょう。龍の会、じゃあ龍の反応見てください。苦手なタイプです。これが苦手。入るよ。入るよ。マスターダメ。まだダメ。マジで。マジで。マジで。これはダメ。冷たい。もういい。マスター君。マジで。マジで。マジで。見ました。見ました。いただきました。先輩いただきました。逆です。後半決戦。だいぶ走り込んでるんで、選手はだいぶ筋肉がとか、あ、ここがみたいな、腰が足がみたいな感じでだいぶ苦しんでますけど、まあそんな中でも明るく元気にいい雰囲気でやってます。やっぱりこのままじゃいけないというかね、昨シーズンの出来に満足してる選手いないんで、変わらなきゃっていう思いは強いんで、みんなポジティブにやってますね。特に若い選手は今年こそチャンスっていうか、そういう意気込みみたいなのも感じられるので、まあ、変わりたい、成長したい、いい成績を上げたいっていう気持ちは伝わってくるんで、まあ、そこをなんとかね、いろんな角度からそういうものに 1% でも 2% でも近づいていけるように、こちらもコーチングスタッフもしっかりコミュニケーションを図って、まあ、朝昼晩といろいろ話をしながらやっていってるところです。仙台でやってきた3日間と沖縄来てからの1週間でだいぶ、まあ、仕上がってきたかなっていう感じはやっぱり受けますが、まだまだちょっと道半ばで土台作りはしっかりできたなっていう手応えはありました。まあ、選手を強くするために見合った負荷をかけてあげないと、まあ、壊れてしまっては元も子もないので、ギリギリのところでできるかできないかギリギリ、まあ、できるっていうところの設定をするっていうところがすごく大事なので、まあ、仙台の選手たちに合わせた負荷を、まあ、うまく設定してみんなが頑張って明るくこなしてくれたんじゃないかなっていうふうに思っております。年間通して右肩上がりでいけるように、まあ、選手強くなっていくと思うので、しっかりコンスタントにトレーニングを積んでいけば、本当に見て、あ、変わったなって思っていただけるぐらい変わるんじゃないかなと僕自身も期待しています。寄りすぎないよね。そっちインサイド、インサイドじゃない、これ背後取られないようにしながら、これインターセプトできる、そういうポジションね。彼らの守備の一つのまあキーポイントというのは、どこでスイッチを押すかというと、お前から切り下行くよ、移動い、はい、行くよ、で出して出して、もしかしたら行ける一人が二度三度押したら、まあまあボール、みんなが二度三度したら大体取れるから、そうだよな。グラインドポジションからまず背後狙う、相手が下がったらちょっと止まればもうそこにパスコースがあるし、横をつけて、
どっちでもいいけどぶつからない。できるだけ止まらない、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 全部生まれしろ。ボールが取ってるよ。取ってるよ。
ライディングファイブ。スタンダップ、スタンダップ。